千言道は中華民国初期の言語学者。新聞化運動の担い手の一人。本名は千夏。字は徳仙。号は義古。幼少時に家塾で学び、1906年に日本の早稲田大学に留学し、師範を専攻。1907年に東京で昭平林の紹介で中国同盟会に入会。1908年に 千元堂と友人、路人、高忠氏など一緒に昌平林に指示し、そこで古文経学、小学の教員となり、1916年に教授となった。千元堂は長い間に国立北京市範大学と北京大学で経学、小学などの講義を担当し、同時に北京市範大学の中国語の学部主任を兼任した。有名な弟子に紀元、夏月誓う。 岐健康、白木を結ぶ、蝶影、唐、王星女、貞星樹など。1915年9月15日、陳独衆は、上海で、新青年という白和運動を推進する文学革命の中心的啓蒙雑誌を創刊した後に、千元堂、露人、古敵、李大将、クレオソレ、周作人などの人々が、雑誌に熱心に寄稿した。千元堂は、 文字改革と漢字の廃止を主張し、文字革命の宣伝に尽力し、新聞化運動の中心人物となった。1939年1月17日に脳一血のため北京で死去。去年52。ありがとうございます。